平成が戦争のない時代として終わろうとしていることに心から安堵しています。沖縄の人々が耐え続けた犠牲に心を寄せていくとの私どもの思いはこれからも変わることはありません。結婚以来皇后は常に私と歩みを共にし、私の考えを理解し、私の立場と務めを支えてきてくれました。天皇としての旅を終えようとしている今、私はこれまで省庁としての私の立場を受け入れ、私を支え続けてくれた多くの国民に衷心より感謝するとともに、自らも国民の一人であった皇后が私の人生の旅に加わり、60年という長い年月、皇室と国民の双方への献身を真心を持って果たしてきたことを心からねぎらいたく思います。